皆様こんにちは。ことぶき商会の藤本です。本日はよろしくお願いいたします。まず会社紹介をさせていただきます。すみません、一つ前のセッションをお聞きになった方、ちょっと繰り返しになって恐縮なんですが、少しお付き合いください。弊社ことぶき商会は昭和22年創業で、従業員は25名、東京、名古屋、金沢に拠点があります。クラリスファイルメーカーによるシステム事業を主に行っており、受託開発やコンサルティング、クラウド環境構築やアドオン API 連携のパッケージ開発などを行っております。ファイルメーカーというと、カード型データベースで個人が使うものという過去の印象が強く残っている方が今でもいらっしゃいますが、弊社の主なお客様は大手のお客様の割合が年々高くなっており、数百から数千ユーザーといった規模でご利用いただくケースが増えています。また弊社では特に iPad、iPhone 向けの導入実績を多く持っており、クラリスの公式事例動画にも多く紹介されています。 YouTube でも公開されていますので、ぜひご覧ください。簡単に私の自己紹介をさせていただきます。藤本直美と申します。もともとは一般企業で一ユーザーとしてファイルメーカーを使い始め、その後システム部門でファイルメーカーのシステム開発やサーバー管理を経験しました。その当時はバージョン11でを割と長い間使っていたんですが、インスタントウェブで1000ユーザーに入力してもらうというようなコスパのいいシステムを作ったりしていました。でその頃、名古屋のユーザー会の FM チューブでいろいろ勉強させていただいて、そこでの縁から2019年にことぶき商会に入りまして、現在は受託開発や技術調査などを担当しています。で私は名古屋事務所に所属する4人のうちの1人で、いつも若いメンバーから元気をもらって日々楽しく開発を行っています。ここから本論に入りますが、まずこのセッションで取り上げるテーマの概要を説明します。まず機械学習とは何かについて触れた後、ファイルメーカーで機械学習モデルを利用する方法を紹介します。そしてその機械学習モデルを自分で作ることができる CreateML というツールを説明し、そのモデル学習作業の支援ツールにファイルメーカーを使う方法について説明します。このセッションで取り扱う機械学習ですが、 AI 人工知能の作成手法の一種です。今は先ほどのセッションもありましたけれども、生成 AI が IT 業界だけにとどまらず、一般のニュースでも取り上げられるくらいブームになっています。このカンファレンスでもチャット GPT に関連するセッションが3つほどあるようです。で AI は今までにも過去には3度ほどブームと冬の時代の波があったそうで、最初に出てきたのは1950年代といいますから、そこからの地道な研究の積み重ねが今のブームに結実しているということかもしれません。で現在の AI ではこの機械学習という手法が主に使われています。ここで改めて機械学習の定義ですが、コンピューターに大量のデータを読み込ませ、データ内に潜むパターンを学習させることで未知のデータを判断するためのルールを獲得することを可能にする技術です。また AI は今後の進化の方向性も考慮すると大きく2つに分類されます。汎用型 AI と特化型 AI ですね。でこのセッションで取り上げるのはもちろん、特化型 AI の方ですね。で、こちらの右下の方に挙げられている、機械翻訳とか自動運転とか、このような用途で、チャット GPT とかが登場するずっと前からすでに世の中で広く実用に供されています。で、ここにありますように特化型 AI というのは別名弱い AI、
とも言います。ここに出ている実装例を見ると十分最強じゃないかと思いますが、この強い弱いというのは相対的な名前なんですね。でちなみにその汎用型強い AI というのは、あらゆる状況で適切な判断行動ができる AI ということなんですが、実際はまだ実現していない概念上のみのものです。でここにもドラえもんというのが例として挙げられていますけども、ここに何か挙げるとしたら、漫画とか映画とかに出てくる SF の中の存在だけになります。でチャット GPT が出始めて話題になった頃、ついに機械が人間を超える特異点、英語でシンギュラリティっていうんですけど、が訪れたのではないかというような話題も、よく出たりしました。でシンギュラリティを超えるというのが、つまり強い AI の登場ということです。でじゃあ実際にはどうなんだろうということで、チャット GPT 本人に確認してみました。であなたは強い AI ですかと言うと、いいえ、強い AI ではありませんと。私は弱い AI、 特定のタスクに特化した知能として分類されますと言っています。だからチャット GPT でさえもまだ弱い AI、 ある目的に特化した特化型 AI なんですね。というわけで、特化型 AI というのは、ある分野で人間を超える性能で人を支援する機能を提供してくれるわけですが、特化型 AI をさらに目的を細かく絞って自社の業務に特化したモデルを作ることができたらどうでしょうか。自社業務の中で機械学習モデルを活用できる部分があって、自社の強みをさらに強化できるようなシステムを作れれば、より具体的には既存のファイルメーカーで開発したカスタムアップに AI 機能を組み込むことができたらということで、ここで一度ファイルメーカーと機械学習の関係について見ていきたいと思います。ファイルメーカーが機械学習と関連を持ったのはバージョン 19.0 からで、 Apple の機械学習フレームワークである CoreML に対応しました。バージョン 19.0 がリリースされたのは2020年のことです。具体的には CoreML の機械学習モデルをアプリ内に組み込むことができるようになり、ネットワークを介することなく従来のアルゴリズムでは難しかった複雑なタスクを行うことが可能になりました。代表的なのが、今回この後例で使います、画像分離になります。ちょっとここでデモをやってみます。ここにあるのが簡単なファイルメーカーのアプリですが、画像を入れようとしています。入りました。すみません、ちょっと小さいんですけども、犬の写真を入れました。でそうするとですね、こちらこういうふうな答えが返ってきます。すみません、ちょっと小さくて申し訳ないです。ここだと、JSON の配列なんですけども、分類名と、その可能性というんですかね、信用度というのが、順番に出ています。ここだと、ほぼ 100% これはチワワであるというようなことが返ってきたということです。
今のデモで使用したスクリプトの内容はこのようになっています。まずあらかじめこの CoreML の機械学習モデルのファイルをオブジェクトフィールドに格納しておいた上で、でその上でスクリプトステップ機械学習モデルを構成で、このモデルのファイルをメモリーにロードして、で次これ5行目ってあるここがまあ実態になるんですけども、コンピュートモデルという関数を使ってそれに入力として画像を渡すと、出力として画像を解析した結果、今回の場合は犬の種類とその確率というのがテキストで返されるという機能を持たせることができます。なお、CoreML という機械学習フレームワーク自体は、かなり前からあったんですけども、実際にユーザーがそれを使うためには、従来ですと、Mac の X コードで Swift という言語で作成するアプリに組み込んだりするしかなかったので、なかなか手が出しにくかったんですけども、このようにファイルメーカーに簡単に組み込むことができるようになって、急に身近な存在になったということもできるかと思います。でこの機械学習モデルというのは公開されているものを利用したり自分で作成することができます。例えば、汎用的な用途のモデル、個別にカスタマイズして、作る必要や意味がないものは、標準的なモデルが公開されていて一般的に広く使われています。例えば手書き文字認識の MNIST とか、さっきのデモで使ったような物体検出も定番の標準的なものがいくつかあるようです。でまたこのような汎用的な用途で使うものは個人で作成するには素材の収集が難しかったり非常に強力な計算リソースが必要だったりという場合もあるかもしれません。今話題の大規模言語モデルというのもそのような性格があるかと思います。で、CoreML のモデルも、標準的な用途で使えるものが公開されています。CoreML モデルというキーワードで検索すると、Apple のこのページが見つけられると思います。こちらになりますけども、CoreMLモデルですね。で、このページにあるもののうちの一部なんですが、そのままファイルメーカーに組み込んで、機能します。で、ドキュメントによると、画像入力を画像として、で出力が単純なテキストの文字列になっているようなモデルはファイルメーカーで使えるというふうに書いてあります。でこのページで見ますと、具体的に言うとこの、MNIST っていう手書きの数字認識とか、あとこの辺の物体認識、画像選別で、これこのページのこの、絵の右上とかに、この名前とパーセントというのがラベルとしてついている、こういうものは、私が確認したところ、ファイルメーカーでそのまま動きました。で実際、機械学習モデルをとりあえず試すためのアプリというのは、構造はごく簡単なものでファイルメーカーですぐ作ることができます。こちらですね、先ほどのものですが、テーブル1個でフィールドは2個です。でフィールドはオブジェクトフィールドが2つ、そこにモデルを入れて、でもう片方に
と画像を入れます。で、まあ、モデルは、まあ、どのレコードからも見れるようにグローバルというふうに設定しておきます。でスクリプトは先ほど見たような4行ぐらいで、とりあえず動くものはもうすぐに作れるということです。で、となるとこちらのモデルの方なんですけども、ちょっとこれまでのところモデルの中身がブラックボックスになっているという感じなんですが、モデルの中身がどんなロジックになっているか、どのような画像を識別できるのかというのを見るためには、方法がありまして、こちらをダブルクリックしてみますと、X コードが起動します。でここでモデルの中身についての情報がいろいろ出てきまして、見てみますと、クラスラベルズというのがありまして、ここにどのような分類を識別できるかというのがここで確認することができます。これ先ほどのページにあったレズネットという機械学習モデルです。であるいは、これ、ネトロンっていうアプリというかサイトなんですけども、これがモデルビューアーで、ここに、これいきますね、このページにドラッグアンドロップするとこういうふうにそのモデルの、まあ、なんていうんですか、ロジックというかアルゴリズムというかっていうのが見れます。ちょっとこれすごいなんか複雑なんですけども、ここに、まあ、さっきと同じような、ちょっと見えないですね、ここでも、どういうものを識別できるかというのがここで見ることができます。このネトロンというのはまあ、ほぼあらゆるどのような機械学習モデルも識別できるんですが、CoreMLにも対応しているというものですね。すみません。はい、ここまで、既存のモデルを入手して手元のアプリに組み込むという話をしてきましたが、一方モデルを自作するというニーズがあります。で例えば自社工場で製造している製品とか、あるいは出荷する農作物などで、まあ、検品時に合格品を自動識別するような画像分類モデルというのが、まあ、考えられると思います。でそのようなシステムをシステム化できれば省力化や品質の向上などでが期待できると思います。で、その場合、機械学習データは、まあ、自分たちしか持ってないし、まあ、モデル自体は、まあ、自分たちにしか価値がないということになりますが、それは、まあ、自社の強みをさらに強化するツールとなり得ます。で、これらはそれを必要とする人が自分で作る、あるいはそれ用にカスタマイズして外注なりして作ってもらうとかっていう必要がありました。ですが従来は機械学習の処理に強い Python とか、その Python の機械学習ライブラリを操作したりできる専門的な知識を持ったデータサイエンティストとか機械学習エンジニアの人にしか手を出せない領域だったんですが、そのような人が非常に数が限られていたと。
そのような技能を持った人材が不足しているということで、実際にはなかなか着手が難しいという問題がありました。でそこで出てきたのが、AutoML というジャンルに属するサービスです。AutoML というのは自動化された機械学習ということで、モデルの学習の工程を自動化する手法やツールを指します。これによって機械学習の工程を簡単にすることができて、専門家でなくても機械学習モデルを作成できる道が開けたと言えると思います。でここに挙げましたように、各社から今はもうAutoMLのサービスがいろいろ出ているんですけども、アップルのAutoMLがクリエイトMLということになります。でクリエイトMLというのは X コードと一緒に MacOS にインストールされるローカルで動くツールです。で X コードというのは、Mac や iPhone で動作するアプリを作成するための、統合開発環境、いわゆる IDE で、 Mac には無料でインストールすることができます。で他社の AutoML ツールっていうと、クラウドサービスとして提供されているものが多いと思いますので、そのこの、クリエイト ML がローカルで動くっていうのは、基本的に作業に課金されることもなく、まず試してみるという段階ではとてもハードルが低くて大きなメリットなのではないかと思います。それではここで少しクリエイトMLの画面を見てみます。今、X コードが起動していまして、拡大します。このオープンデベロッパーツールというところで、X コードと一緒にインストールされている、ツールがいくつかあって、この中にクリエイトMLというのがあります。でプロジェクトを新規作成します。でここで、その機械学習のアルゴリズムを選ぶということになるんですが、ファイルメーカーで使えるのはちょっと限られていまして、ここではイメージクラシフィケーション、画像分離というタイプを選択します。はい、こちらが、クリエイトMLの基本画面、ちょっと残念ながら日本語化はされてないんですが、ここに、5つ セッティングス、トレーニング、イバリエーション、プレビュー、アウトプット、これを左から右にこうウィザードに答えていくように、画面に、答えていけば機械学習モデルができるとというふうにできているんですが、ここで肝となるのはですね、機械にトレーニングさせるために画像のファイル群を準備して読み込ませます。でそのファイル群を、準備するところがまずは作業の中心になるかと思いますので、その学習データの作り方を次に説明します。それでは、モデルの学習用の画像というのは何を準備すればいいでしょうか。先ほどのアップルの開発者サイトでもいくつか画像分類のモデルを見ましたが、それを自分で作るには、一体何をすればいいのかということで、その要件を見ていきます。これもアップルデベロッパー画像分類ネットワークというキーワードで
検索をかけますと、この、このページが一番にヒットします。アップルデベロッパーのこちらのページになります。で、ここに具体的にどういうふうにしてファイルを準備するかということが説明されています。で、出来上がりのイメージはこんなふうになりますと。ですね。これは学習用データの構成なんですが、画像分類というのは教師あり学習というアルゴリズムでモデルを作成します。で、教師ありというのは、人間が答えをあらかじめ準備することを言うんですが、このように、フォルダー名、ですね、ここのトレーニングデータというフォルダー、ここはまあ名前は何でもいいんですけど、この下に作られているフォルダー、これが分類の答えということになります。さっきの、ネットで入手できる標準的なモデルとかだと、ほとんどは英語で回答が返るようにはなってるんですけど、これだと自分で好きなように作れるというか、日本語で答えを返すようなモデルも簡単に作れるということになります。で、この例だと、これ犬の種類が6つフォルダーで作ってあって、で、それぞれの中にある程度の数の画像ファイルを入れます。で、画像形式は特に問いません。画像ファイルであれば何でもいいと。で、ファイル名も関係ないです。どういう名前がついててもいいし、その名前はこのクリエイトメールは認識しないというか、できないというかというふうになっています。これが実際の画面ですが、こういうふうに、これちょっとネットで入手できるものだったんですけど、例えばチワワということで、ここではチワワの写真が80枚ちょっと入っています。で、その画像の、準備の仕方、さっきのページに書いてあるんですけども、画像ファイルをフォルダー分けするんですが、最低でも1カテゴリーに10枚準備してくださいと。で、多ければ多いほど、精度が良くなり、認識の精度が良くなります。で、1つのカテゴリーには10枚しかないけど、他のには500枚あるとか、そういうのはダメですと。全部平均的な数を入れておいてください。それを、その学習用とその後の工程で、どのぐらいそのモデルが性能がいいかとかっていうのを確認したりするように、それとは別の画像も準備しておいてくださいというのがことが書いてあります。で、あとは、画像のサイズも、推奨としては、ここで299ピクセル以上、あまり小さいのは学習に適さないとというふうなことがこのページには書いてあります。はい、で、ちょっと実際に、その学習をやってみます。ここで。セッティングスっていう画面で、ちょっと待ってくださいね。このフォルダを、
すいません、操作が慣れてなくて。選べれないですね。から。ちょっと待ってくださいね。トレーニングデータ。はい、ここで6分類の479枚というのが入りました。あ、ごめんなさい。はい、もうこれで準備は OK なんで、これでトレーニング学習というボタンを押します。500枚ぐらいの画像であれば、このマークの性能にもよりますけど、すぐ終わってしまいますね。で、あとここでそのモデルの評価とかっていうことで別に準備したこのテストデータというのをここで追加します。リングデータを、で、その、テストのデータでラベルと、で実際のその、このモデルが識別した結果がどうだったかっていうのをここで検証できます。これ多分いい成績なんだと思います。でそれを、ここでその他のファイルをここで参照したりとかというふうなこともできます。ですね、ここにできるかな。これがモデルの性能の確認なんですが、この写真は 100% ビーグルであると。でこれは 97% チワワであるとかっていうふうにですね、これはチン。でこれはさっきファイル名はこれちょっと書いてあるんですけど、それは見てないんですね。例えばこれだと、すみません、これちょっと本当は何なのかちょっと私よく分からないんですけど、チワワだと言ってますが、なんか違うような気もしますけども、だいたいこのような識別性能を持っていると。でこれで OK ということであれば、ここで、これを、ドラッグすればもうこれがモデルということで出来上がりました。で、これを、ですね、ちょっと実際に試してみましょうかね。でここに、この、今作ったモデルを入れてみまして、で、ちょっとさっきプレビューで見てしまったので多分同じ結果が出てくるんですけど、こういうふうに 99% チンであると。でこれはファイルメーカーの中なので JSON 関数でここの必要な部分を取って、他の処理と連携させるとかというふうなことができるかと思います。でこの作業、これ数も割と少なくって学習データで、私これは手作業でやったんですけど、で、いろんなモデルを作るのを試すとかってなると結構手作業大変じゃないかなとというふうなことを思ったりもします。で、
繰り返しの単純作業の自動化とくれば、ファイルメーカーの独占上でしょうと。で、画像とかファイルを扱えるという強みもあります。というわけで、ここからは機械学習の教師データの準備作業でファイルメーカーが便利に使えますよというお話になります。で、題材として選んだのはこのようなものなんですけども、ちょっとこれうまくいくかどうかっていうのは全然分からずに、いろいろ試したりしてるんですけども、例えば時計の文字盤をもあと読み取れるような機械学習モデルっていうものが作れるんだろうかと、ということでちょっとやってみた内容です。で、画像の文字盤が何時何分指しているという画像を大量に学習させてたら、その、時計の絵を見せたらそれを答えるのかと、ということで、その素材を、探したんですけども、こちらにありますカグルというサイトがありまして、でこれ、機械学習エンジニア向けの GitHub みたいなサイトという感じです。で、ここでいろんな機械学習用の素材を探すことができます。とりあえず簡単に何か試したいとかっていうときに、大量のデータセットを見つけるっていうときに便利です。で、探していて、たまたま見つけたのがこのようなアナログクロックということで検索して出てきました。で、ここには、画像が5万枚と、あと1つ CSV ファイルが1つついてました。あとそれと、検証用のサンプルデータがいくつかというものです。で、こういうふうな内容でした。ファイル名はただの数字で、それが、5万枚ぐらいですかね。で、本当であればそういう時計の文字盤の写真が本当は欲しかったんですけども、ちょっとそれが、その頃ちょっと見つけられなくて、で多分これは何かプログラムで自動生成したようなものかもしれません。っていうか そういうものです。で、それに CSV がついてて、で CSV は、アワーとミニットってありますけども、これ4時2分9時44分4分というふうに読みまして、この、0、これが4時2分、0が4時、4時2分で、1が、9時44分というふうに対応していますというものがありました。でこれが、画像のラベル分けにちょっと使えるんじゃないかなということで、ちょっと選んでみました。で、このデータセットをファイルメーカーで処理するときに、こんなふうな機能が使えましたという感じですね。で、ファイルメーカーにはですね、フォルダーからの画像一括読み込みという機能とか、あと、更新インポートで、その画像と CSV ファイルのデータとの紐付けを行いました。だから、ファイルメーカーにはフォルダーを作成しながらファイル保存という機能もありますし、それとか例えば、それぞれのフォルダーに同じ数のものを置くとか、あるサイズよりも小さいものは除外するとか、そういうところでゲットコンテナアトリビュート関数とかで、画像ファイルの分類識別っていうのも可能です。ではちょっとどこまでできるかですけど、ちょっとここで、実際にデータを取り込んでみようかと思います。はい、ファイルメーカーでレコードにインポートフォルダで、今、イメージが入ったフォルダを指定しました。ここで、画像ファイルだけなので、
画像というオブジェクトフィールドにさっきのファイルを一括でインポートします。ここで見ると今5万件って出ましたので、はい、5万件取り込めました、はい、で、ここに入りまして、で、まあ、自動計算機入力で、全く同じ画像がもし混ざってたらそれを排除するということで、あと後で処理をするんですけど、そこで MD5 を取っていたり、あと、ここですね、ファイル名も自動的に入ったりしています。でここで、この後 CSV ファイルと紐付けするんですけども、まずこの、ファイル、画像ファイル名の数字部分だけをここでソートします。ということで、これで0から並んでます。これでさっきの CSV と並びが同じになりました。でここで CSV を取り込みます。こちらですね。で次はですね、こう1行目が Hour と Minute っていうヘッダーだったので、ここはフィールドとして使用だからインポートはしません。でここに時と分、はい、これでいきます。インポートの種類で、まあ、ここがちょっとポイントになるんですけど、これですね、置き換えインポートです。何も照合せずに、もうただそのまま順番に流し込むと。終わりましたね。まあ、すみません、ちょっと瞬時に終わってました。OK。でここで、これは4時2分、9時44分。で、これちょっと暗くて見えないですね。これ。3時30分というふうになっています。はい。で、この何時何分というのをラベルとして使うので、でここで、その全置き換えでタグを作ります。タグ全置き換えで、はい、ということでここだと、あと2時3分だと0203と、ちょっと瞬時に終わってしまいましたですね。はい。でこれで分類前の準備ができて、でここからはちょっと複雑なスクリプトになるんですけども、実際のさっき の種類ごとに分類されたファイルっていうのを作っていきます。ちょっとそれもちょっとスクリプト今実行します。
となんかですね、ここに、今これ作ってる途中なんですけども、ちょっと見てますね。で、これ0000からずっと始まって、まあ、要するに、0時0分から、まあ、11時59分までですかねの、12×60 の720のフォルダーを作って、で、その中には例えばこれ、1時11分なんですけど、これ全部1時11分のものがここに集まっています。ということで、さっきのようなあのトレーニングデータの形式になったので、まあ、これが出来上がったら、これをさっきのような手順でクリエイトメールのところに流し込めば、とりあえずモデルを作ることはできます。で、このモデルを作る作業というのはあのすごくあの時間がかかったので、ちょっとここではそれを待つことはできませんので、ちょっと以前試してすでに作ったやつでちょっとその結果を見てみようと思います。止めてみます。すいません。ちょっと時間切れみたいな感じになってしまいました。これですね、ごめんなさい、ちょっともう口頭でちょっと答えを言いますと、あの思ったような精度は実は出ませんでした。ちょっと成功とはあんまり言えないですけど、で、あの例えばですね、この時計が反転しているものも同じ種類と見たり、長針と短針の角度を特徴として捉えたりしてしまったり、それって何時何分とは何も関係ないんですけど、まあ、そういうものを機械が学習してしまったりとかということで、まあ、ちょっともしかしたらやり方が悪かったのかもしれないですが、こう文字盤読むのにこれ使えるかどうかっていうのは答えは出ませんでしたですね、はい、ということで、すみません、ちょっとスライドに戻って、すみません、まとめになります。ファイルメーカーと機械学習モデルの関係について説明しました。で、クリエイトメールで機械学習モデルを作成してみました。それから、機械学習の支援ツールとしてファイルメーカーを活用するという例をご紹介しました。すみません、私の、セッションは以上になります。すみません、ご清聴ありがとうございました。